よし、やっていくか。史上最大の作戦。第11話。桜大戦2の第11話、史上最大の作戦のその2ですけども。チームをね、2チームに分けて、やることになりましたが、まあ、あれでしょうね。カットでしょうね。ここはね、バッサリカットしていくのが、見やすいとされています。これでのシミュレーションゲームのね、シミュレーションゲームのシミュレーションパートはね、なかなか見せていくのは難しいよね。難しいと思うな。そこまでよ。そこまでよ。土蜘蛛と対戦。全国歌劇団参上。マリアもこっちでいいんだよね。来たな帝国歌劇団。来たな。久しぶりだね。土蜘蛛はさ、お前たちを今すぐこの場で借りたいところだが。スミレのところ。京極様のご命令だ。今はこのデカブツを落とす方が先なのさ、うん。よく潜り込めたね。よく潜り込めたね、この武蔵野だ。重傷つくのが一番だからね。あ、違う。全然勘違いしてるわ。さっさとやっちまえな。まだその花組は武蔵野の中に入ってなかった。むしろ敵側がこの三笠の中に入り込んでいるという状況だったわ。機関部、うん、機関部7つの区画に分かれている。一つでも航行可能だけど、そうね、一つ7個のうち一つだけでも飛べるってすげえけど。わかりました。なんだい、さくらくん。なんだい、さくらくん。俺の大切な人だからね。そばに置いておきたくなったっていうことよ。何やってんだ、こいつら。戦えよ、真面目に。戦え、真面目に。命がけで戦ってる他の隊員に申し訳ない。よし、完璧。作戦は完璧。さあ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 、土蜘蛛さんよ、出ていらっしゃい。こちらに上がってこいって言うけどさ、土蜘蛛さんが下に来て暴れながら戦えば、余震場花組は壊滅にできなかったとしても、三笠に与えるダメージは甚大になるから、そこら辺はちょっと考えながら戦われた方がいいんじゃないかなと、そういうことを考えたりもしますが。どういう服なんだろうな。勝負はまだ決まっちゃいないよ。どういう服なんだろうか。もう覚悟を決めなさい。覚悟。お前たち、すっかり私に気を取られているようだね。コウモ、出ておいで。あ、下が結局頭いいな。安心しな。さあコウマ、このミカサの息の根を止めるのだ。頭いいな。そこまでですわ。全国歌劇団参上。お待たせしました。私が来れば100人力ですわ。あ、スミレがいるか、大丈夫か。この分け方。こいつらの後でお前たちも皆殺しさ。かかっておいで。一人残らず刈り取ってやる。速攻を決めればいいと思う。いかほど。いや、勝てー。合体使っていくけど
そんなには聞くまいな。の心に正義を込めて明日を導く光となる。さっきの右手が気になる。勇気の刀と希望の剣を今一つにして、はや剣聖ノリノリである。さくらくんの方はノリノリである。そこまで大きなダメージは与えられないだよね。お、八丈の体の色は、痛みが新たな力や。今楽にしてやるからな。ちょっと失敗してるかな。カバウはやっぱり大神と桜君にかけた方が良かったかもしれないな。五行相克。いやー、作戦間違えたか。まあ致命傷とまではいかないか。うおー、回復した。やりますね。強い。土蜘蛛がめちゃめちゃ強い。めちゃくちゃ強いぞこの人。なんかね、一旦回復のターンみたいなのがあって、回復の姿みたいなのがあって、白い状態の土蜘蛛の機体になってると攻撃が全部回復に反転するという恐ろしいスキルを持っていた。もうここでやるしかない。ここでもう仕留めるしかない。2ターン分ぐらいがもう回復のターンだから、ね、こっちが手出せないみたいな感じだった。強いわ。こういう回復反転するキャラクターって、回復反転じゃないわ、その攻撃が回復に変換されるキャラクターってさ、普通回復技を当てたらダメージ食らうとかありそうなもんだけど、それすらなく。いやもうあまりでもギリギリだよ。もう細い細い攻撃を当てていかないと。細かく細かく。しかもターンかかればかかるほど雑魚敵が下の方に湧いてくるっていうね。めちゃくちゃめんどくさかった。やばいわ。国旗界五行衆の一番強かったわ。この船だけは必ず落としてやる。マジで止めて。それが京極様のご意志なのだ。やめて。あら、消えた。くそ、逃げられたか。あの状況でまだ逃げれる。いっちゃん強いんじゃないか。作中最強では、土蜘蛛が。勝利のポーズ、決めもできない。後味の悪い勝利。ご苦労。まあ、期間も守れただけでよしとするか。よくねえ、よくない。全然よくない、よくない。駒多数飛来。看板へ。機関砲みたいなのがついてないとさ、取り付くやつらを落とせないよね。看板燃えてるし。通気口。小神出動だ。三笠の看板に出て通気口を守るんだ。ああ、
ここが正念場ですね。いや、全然正念場ではないかもしれないけど。うっす。もう一つあった。時間を経てば出てきた選択肢何だったんだろう。よっしゃ。めちゃめちゃ苦労しましたが、一つ戦いも終わった。終わった。次、パート3でお会いしましょう。ほなまた。